1>, 1月の大相撲初場所で従両優勝した大関経験者の朝の山広きが3年ぶりに地元富山に凱旋した12日富山市内で行われた朝の山広き富山講演会主催の新年激励会に出席富山県内で公の場に姿を見せるのは同講演会が20年2月に開いたパーティー以来だった壇上では 少し緊張した表情で、初場所では、日頃の皆様の応援のおかげで、重量を優勝することができました。ありがとうございました。自分は、この結果に満足していないです。通過点だと思っています。番付には、まだ上がありますので、そこを目標に、しっかりと稽古に精進して、皆様の期待に応えられるように頑張っていきます、などと挨拶し、 大きな拍手で迎えられた。激励会に先立って報道陣に取材対応した際には、1年間の出場停止明け後は、封印していた横綱への思いを、ついに口に出した、地元メディアから、地元ファンにどう恩返ししていきたいかと割れた時だった。朝の山広き、元の番付に戻りたいですし、一番の恩返しは、てっぺんになることだと思う。そこを目指すには、 まず三役を目指していかないといけない。三役に早く上がりたいです。普段、相撲取材をしているわけではない地元メディアだけに、てっぺんとは幕内優勝のことか、と確認された。すると、横綱ですと即答した。大関時代は、まだ上の番付があるなどと、横綱を意識した発言もあった。だが、新型コロナウイルス対応ガイドラインに違反したとして、 六場所の出場停止処分が出て以降、横綱を目指したい思いは、胸の内に秘めていた。それが、地元の後押しを目の当たりにして、溢れる思いがこぼれ出た。この冬、富山市は珍しく雪が少なく、街にも積雪は、日陰の道端に少し見かける程度しかない。それでも、十一日に古豪に帰り、 無事に帰ってこれたことが嬉しいですし、今も拍手していただいたことが嬉しい。少し緊張しますと、富山の県民性を象徴するように、真面目に話した。富山でやりたいことを問われると、美味しいご飯を食べたいと、照れ笑いを浮かべた。まだ実家に寄ることはできておらず、21年8月に亡くなった父の石橋康さんの仏壇に、 手を合わせることができておらず、時間を見て実家に帰った。父に手を合わせに行きたいと話した。3月1日には29歳の誕生日を迎えるが、28歳という年は悪い年でした。でも、まだ29歳なので、まだまだ若い子に負けないように、いい年にしていきたいと、力を込めた。一度、期待を裏切ったので、 もう一度、応援されるような力士を目指していきたい。やるべきことは変わらない。また上を目指していきたいです。重量で14勝したのは相手が重量力士だったから、それに負けた一番や、校長力士との相撲では、ひやひやしながら何とか勝てた取り組みもあった。これで幕内に上がって、テルの富士のように、一気に横綱まで駆け上がれるのかというと、 そう甘くはないと思う。みんなが応援したいのはわかるけどね。油断せずにて、稽古などで、幕内力士との相撲の感触をしっかりつかみながら、強さに、さらに磨きをかけてほしい。厳しい利権あるけれど、誰もが、多かれ少なかれ失敗はしていると思う。苦人として、失敗してもやり直せること、ぜひ、その姿を見せてほしいです。そもそも、 本当のことは誰もわからず、二次情報で批判しているし、何かとみんな騒ぐが、負けずに、相撲で結果を出す姿を期待しています。頑張れ。朝の山広き、春場所は、重量筆頭の可能性も高いと思います。そうなると、新生、落合と優勝争いになるかと。夏場所以降、幕内に上がっても、強敵だらけです。どうか、 今の謙虚な気持ちを忘れず、稽古に励み、一場所ごとに堅実に番付を上げていってほしいと願います。もし大関に戻れたならば、それだけで素晴らしいことです。観落前の数場所の低たらくは忘れてないよね。大関に上がるまでの躍進は白鵬が急上しがちになり、テルの富士がまだ幕内に復帰する前の感激だった。今は、 あの時と違って、上り調子の若手が上位にひしめいている。いくら、重量で14番勝ったとはいえ、先場所みたいな相撲者三役返り咲くのがやっとだ。対戦力士より強かっただけで、強くなった形跡が見られなかった。まずは勝ち越しを目指してほしい。末上位に上がるのは間違いないが、初顔も多いし、やはり幕内だから焦らずゆっくり行ってほしい。 今、現在の幕内上位力士、並びに、三役力士は、朝の山広樹が、大関時代とは全く違い実力が拮抗しています。その中へ入り込むのは並大抵ではないでしょう。よほど、稽古して鍛え直さないといけないと思います。気合い入れて頑張るしかない。白鵬、春馬富士、角竜、照の富士がいないから、ついに、 横綱を口にしてしまった。しかし、そうは幕内、宝生流、若隆景兄弟、金の若などが壁となる。横綱に昇進して欲しい力士。だけど、重量での取り口を見て思ったのは、ちょっと厳しいと思う。下手したら大関復帰も危うい。白鵬や春馬富士という強い横綱がいなくなったからね。 テルの富士も膝がやばいし、これで大関に上がれないとやばいと思う。柔軟性も言う。四つ相撲、朝の山広きに来たい。やっぱり、成功法の日本人の横綱が見たい。早く幕の内に戻ってほしい。下国城だから、面白い。朝の山広きには幕内をかき回してもらいたい。ある場所で、三役大関と初日から当ててほしいわ。まあ、 幕内確定してからの話だけどね。この人しか強い次の正統発想を殴ぐ横綱はいないでしょう。逃げずにがっちり受け止めて力勝ちする姿はかっこいい。今年大関に駆け上がる姿で、日本中に朝の山広きフィーバーが巻き起こる。そのうち一度の過ちを語る人も消えていく。正代や御嶽海と比べて運泥の差ですね。勝ち越しが目標。 二桁が目標じゃ大関は務まりません。やはり横綱を目指すじゃないと。この関取は偉いよ。俺も会社で干されてやる気もなく、新橋の居酒屋で飲みながら、彼の出場停止を知りました。なんか他人には思えず陰ながら応援してました。尊敬しかない。横綱目指して頑張ってください。ちなみに、 私も腐らずに何とかやってます。富山のファンは朝の、朝野や、真広木を裏切りません。本人がてっぺん目指すと言うからには、応援するのが富山のファン。よかった。頑張れよ。富山県みんなで応援しとるぞ。外戦するくらいなら幕内復帰決まったのか。本人は知っているだろう。横綱になってほしい。頑張って。 当一より応援してます。みそぎは終わった登るだけ。朝の山広き、地獄を見たのだから、これからは、這い上がってきてください。目指せ、大関、横綱。次の横綱は朝の山広きだと思うぞ。応援しとっちゃ、もう,おう,おう、富山に住んでたら、朝の山広き講演会に入りたいわ。愛知住みだからずっと迷ってる。 かっこ笑い。なんだかんだ、遠いもんで、ね、会いたいです。証拠が分かったから、私は彼には期待してません。やるだけやってください。昼の部と夜の部があるのね。大相撲初場所で、重量優勝を果たした元、大関の朝の山馬広木高砂が12日。地元、富山市内のホテルで行われた富山講演会の激励会に参加した。地元で、 公の行事に参加するのは2020年2月以来、3年ぶり、関取として古豪に凱旋し、ずっと胸に秘めていた各界の頂点、横綱への思いを覗かせた。温かく迎えてくれた古豪で、朝の山広きが決意を新たにした、6場所出場停止処分から復帰した昨年名古屋場所以降では、初めて富山での激励会に出席、